こんにちは。今回はですね、モンスターハンター 4G のインターネット通信について紹介したいと思います。まだ通信プレイをされたことがない方、必見ですよ。はい、それでは集会場を作ってインターネット上のハンターを募集しましょう。集会場を作る際には掲示板に目的がはっきりと分かるように、ターゲットとなるモンスターやクエスト形式、募集文などを設定します。他のプレイヤーが参加してきたら、まず挨拶を。挨拶もそうですが、チャットをする場合にはあらかじめメッセージを登録できる定型文がおすすめですよ。初期設定のままでも十分に使えますが、編集して語尾をちょっと変えるだけでも自分なりのセリフに。ハンターの印象も少し違って見えるかもしれません。でも乱暴な言葉は使っちゃダメですよ。プレイヤー同士でフレンド登録しておくと、簡単にインターネット通信でのマルチプレイが可能ですよ。何度もクエストに同行したり、仲良くなったプレイヤーへフレンド申請を送ってみましょう。申請を送る際には事前にチャットで会話するなど、マナーを持って申請しましょうね。注意点として、ハンターネームとフレンド名は同じとは限りません。フレンド登録した場合はきちんと確認しましょうね。マルチプレイに関する機能として、特定のプレイヤーとマルチプレイをできなくするブロックリストやギルドカード、チャットの受信を拒否できる受信拒否設定がありますよ。先ほど紹介したフレンドリストを使いますと、インターネット通信中のフレンドの集会所へ簡単に参加できます。鍵マークがついている集会所はパスワードが必要です。集会所を設定したプレイヤーが4桁のパスワードを設定しています。友人同士で遊ぶ時などに便利な機能となってます。またフレンドになっていない友人の集会所がある場合は、集会所識別番号で探すことができますよ。フレンド以外とプレイする場合は、自分の行きたいクエスト傾向などを設定して集会所を検索しましょう。例えばこのクエストに行きたい場合は、対象のクエスト内に出現するモンスターを条件に検索します。それでは表示された集会所の中から目的のクエストへ出発する集会所を選びましょう。皆さんもまだ出会ったことのないハンターさんたちと一緒に楽しくプレイしましょう。